ただいま。父ちゃん、タレントマネジメントはスマート HR。 どこで覚えたんだ、カズボ。簡単で使いやすいんだろ。まあ父ちゃんのも使いこなしてるからな。自分を卑下すんなよ。え？自分を卑下すんなよ。タレントマネジメントはスマート HR。 最近会社が生き生きしててな。スマート HR のタレントマネジメントが功を奏してるね。スマート HR！ タレントマネジメント！タレントマネジメントはスマート HR。はい、親子のね、とてもこうユーモアあふれる、設定だったんですけども、11歳の息子役のりっくんがですね、すごく頑張ってくれて、とてもいい親子関係を、演じることができたと思います。最初絵コンテをいただいた時には結構劇画調のイメージがあって、強い演出の世界なのかなって思って演じてみたんですが、監督さんの演出の感じが非常にこう、なんだろう、センシティブって言いますか、その僕の思った劇画調とは全然違って、マイルドで、繊細なって言いますかね。だから、そういう世界観なんだと思って、こういう結構こう、大きなユーモアのある世界を、こう、すごく繊細に、なんかこう、繋いでいく演出だったので、本当に出来上がりが楽しみです。はい。ああ、そうですね。私は父親なんですけど、中学校2年生になりましたね。だからそんなにこう昔の話じゃなくて、割とこう現実に近い、感じもあるんですけども、設定上少し昭和的って言いますかね、少しアナログな感じの親子像っていうか、そういう設定に感じたんですが、それが逆にこの今のデジタルの世界、現実っていうか、今の世界とこう対比がすごく、膨らんで、面白いなっていうふうに感じましたね。微妙にこう、レトロさも残しながら、今のこう、デジタルの感じっていうものに持っていくっていう、なんかそこに新しさを感じた、次第です。タイガースが優勝しましたね。うん、親父がタイガースファンで、まあ、だから、いつ、僕が小学校ぐらいの時に、ナイター中継がたくさんやってるような、時代で、いつもですね、夕方になったら、父が、今でタイガースを応援してるみたいな。で、僕はあまりサッカーやってたんで、野球にはあまり興味なかったんですが、当時。親父と話をしたくってですね、タイガースの選手の名前を覚えて、こう特徴とか掴んでですね、いろいろこう、親父と、タイガースについて話し合って、そういう親子の時間が、ありましたね。子供心に気を使ってたんじゃないかなと思いますね。はい。面白い世界観ですよね。不良役の方たちも、なんかどっかちょっとこうユーモアがあってね。それを、こう、ね、スマート HR とかで撃退するっていうね。その感覚がまあ、なんか笑っちゃうような楽しさがあって。で、でも、その演出としては、それをこう、なんだろう、どっか、こう、リアルな形って言いますかね。不良の皆さんのリアクションもすごくリアルな感じだし、ただ言葉だけがおかしいっていうね。まあ、新しいし、すごく独特な世界観だなと思って。まあ、でも私の役は父親なんで、この、何人かいる不良の皆さんに負けないように、父親として子供をね、守ろうと、そういう気持ちで一生懸命、スマート HR って言いました。
得意な方ですね。まあ、なんとか使っておりますが、難しいことができないので、困った時には、事務所の皆さんにお願いするようにしていますが、ただまあやっぱやってますとね、触ってますと少しずつ、分かってきて動作も速くなってくるっていう自覚はしております。今回のスマート HR はとても使いやすく優しいそうなので、ぜひ使ってみてください。使いやすいものですか。まあコロナ入って自分で料理をするようになりましてね、まあ、簡単なもんですが、でこう包丁買いに行ったり、まあ炒め物とか、最近は揚げ物もやっておりますが、そういう中で結構ねパスタを作る機会が多いんですが、パスタの動画を見てますとね、アルミの鍋が欲しくなって、で浅草に買いに行ったんですよ。でこうもうその専門店があるじゃないですか。でそこでアルミの鍋を買いましてね、あれやっぱすぐ熱くなるからいいんですけど、手が持てないんでこうね、手袋みたいなあれと一緒にこう料理やってますとね、なんかちょっとこう嬉しくなってきて、使いやすいし、美味しくできるっていう、そういうものをこう一つ一つこう探しては、挑戦したりしております。アルミ鍋おすすめですよ。はい。ああ難しい質問ですよねこれね。ああそうですよね。だから若い時は自分はこういう人間なんだろうなっていう自意識があったんですけど、だんだんなくなってくるって言いますかね。まあ僕らが仕事的にいろんな役をさせていただいている中で、なんか結構その気になってやってるじゃないですか。だからね、役によってそういう自分の内面のあるね、そういう部分を引き出していただくんで、自分がどういう人なのかなっていうのがね、もうだんだんあまり関係なく思えてきたりして、割と大雑把なところはすごく大雑把だなっていうふうに思いますし、なんでこんなところに細かくこだわるんだろうなっていうね、そういう自分もいますね。だから誰かね、こうやって労務管理とかですか、いろいろこうソフトがあって、自分を客観的に管理してほしい。僕の中にこうスマート HR が必要だっていう感じですよね。はい。こう第三者目線でいろいろこう自分をデータ化してもらうと自分のことがよくわかるのかなっていう、そんな気もします。はい、教えてほしい。うん、そうですね。まあ、小さい頃からカレーライスが好きで、カレーライスを作り出したんですよね。そしたらまた動画で発見して、カレー粉からカレーを作るというルーじゃなくてね、そういうのをこう挑戦してみたんですよ。で、某会社の赤缶っていうのがあるんですけど、まあそれをこう使ってですね、チキンカレーを作ってみようとして、まあ作ったんですよ。で、まあクミンとか、ローズマリーとか、ガラムマサラとか、そういうスパイスがございますよね。こういうのをこう適量加えて作ってみたんですよ。美味しかったんですよね。こう家庭のお袋のカレーっていうのもすごく美味しかったんだけど、東南アジアのまたこうインドカレーとかタイのカレーとかっていうのも美味しいですよね。それのどちらでもないまあ自分のカレーっていうんですかね。そういうのね作って美味しかったんで、
またスパイスをこう違うスパイスを見つけて加えて作ってみたいなって思っております。お願いします。みんな吉平さん入ります。お願いします。いただいてよろしくお願いします。お願いします。じゃあ皆さん、カット11から始めていきたいと思いますが、始める前に改めてご紹介させてください。椎名吉平さんです。よろしくお願いします。じゃあスタンバイしていきます。このタイミングでいいですか。さんもご自身のタイミングです。始める前に改めてご紹介させてください。息子役ですね、豊田陸くんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ニンニク巻きをしてしまった。最近会社が生き生きしてた。はい、はい、どちらも通れます。11歳、はい、11歳。最近会社が生き生きしてた。スマート HR のタレントマネジメントが構想してるね。天才だ天才だの後にフフフって笑ってる間も使ってもらって、そこまでずっと慣れてる。最近会社が生き生きしてるな。スマート HR のタレントマネジメントが構想してるね。天才だ前で最近会社が生き生きしてるな。スマート HR のタレントマネジメントが構想してるね。スマート HR のタレントマネジメントが構想してるね。偉いぞなんていうのか忘れちゃったんだけど、はい、カット、カット、偉いぞ、新しいよね確認してます。はい、こちらも OK。 はい、じゃあ OK です。じゃあこのカット OK です、はい、じゃあカットに OK です。天才だカット、カット、はい、本番。はい、よー、スタート。ゴー、そうしてね。もう一回ください。はいはいはい、カット。天才だ。頭は天才だ。はい、もっともっともっと、はい、この状態から用意スタートで必殺技を出すとき、もっと構えたわけですね、はい、構えて、よー、スタート。スマートHRと音いいっすね、ごめんなさい、いきます。セリフ言うからね。はい、はい、OK、じゃあいきます、本番。取った、いきます、よー、スタート。スマートHRタレントマネジメント。はい、カット。ねえ、かわいいな、うん、はい、じゃあもう一度いきます。じゃあ幅広いけど、まあ、真ん中のあのオレンジのオレンジとかそんなですよ、数学通ってない場所なんで。数学通ってない、ここそんな皮膚なんだから見たことあんま変わんないです。はい、よー、スタート。よー、スタート。邪魔だよ。よー、スタート。カット、カット、カット。せーの。出たな。スマートイーショール。タレントマネジメント。タレントマネジメント。どこで覚えたんだ、カスモ。まあ、父ちゃんでも使いこなしてるからな。自分を卑下すのやめろ。え、あんた、立派だぜカズボ。カズボ、ありがとう。手を中に入れたんだけどな。うん、そうそう、はい、ただいま。父ちゃん、タレントマネジメントはスマートHR。うん、うん、ごめ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 ん。どこで終わりなんだ、カズボ。すごいよかった。はい、じゃあもう一度いきます。はい。そこまででいい。
スマート HR のタレントマネジメントは簡単で使いやすいんだろ。はい、やっと。ちょっと面白いね。はい。スタート。父ちゃん、スマート HR のタレントマネジメントは簡単で使いやすいんだろ。ねえ、スタート。上手、上手。ありがとうございます。あんた立派だぜ。入ったな。相良さん、ちょっと。こういうこと。ああ、そうそう。ありがとうございました。